い、皆さんこんにちは。 LINE 公式アカウントチャンネルのつつみです。実はチャンネル登録者1万人を記念して今日は特別ゲストのお二人に来ていただきました。1万人おめでとうございます。なかなかちょっと威勢がいい感じですけれども、はい、今日ですね、あの高桑さんとそれから元則社長にお越しいただきまして、今回ちょっと動画を撮っていきたいと思います。まずこの、チャンネルをご覧の皆様は元則社長と高桑さん初めましてかなと思いますので、よかったらちょっと自己紹介をお願いできますか。はい、じゃあ今から自己紹介30分やらさせてもらいます今はですね、通信の営業会社をやってまして、まあ、東海関西を中心に光回線のですね、まあ、訪問販売の会社をやってますと。で、まあ、僕のまあ示す言葉とするといつもね、まあ、20億円の資産を持ってるっていう形でやってるんですけど、まあ、これは本当か嘘かってよく言われるんですけど、まあ、本当ですということでやらさせてもらってます。はい、よろしくお願いします。実はですね、今回高桑さんと私の方で元西社長の LINE 公式アカウントを作らせていただいたということで、はい、今回ちょっとこの動画を撮ってます。で、そのもう一番もう大活躍してくれた高桑さんなんですけども、はい、高桑さんも改めて自己紹介お願いします。はい、はじめまして、高桑まりなと申します。今回ですね、元西社長の LINE 公式アカウントを構築させていただいたんですけれども、本当、堤さんからも元西社長からもいろんなプレッシャーを受けながら必死で作ったので全然笑えないですよでも本当に今着実にこう成果につながってきているので、うん、今日はそういう話をなんかさせていただく感じです。そうですね、はい、お二人よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。まずはですね、皆さん、視聴者の皆さんも元則社長ってどういう方っていうの気になる方もすごい多いかなというふうに思ってますので、はいはい、もうちょっと詳しくですね、今どういうお仕事内容をやっていて、はい、先ほどだと20億円こちらさんっていうところがちょっと気になったので、はい、そのあたりもお聞かせいただいてもよろしいですか。終わりました。じゃあ、 お話しさせてもらいます。今、まあ、実際僕46歳なんですけども、まあ、単純に20億円の資産っていうのはどうやって作るのって言われるんですけど、1年半前ですね、1年半前に実はまあ僕有限会社メルベイユっていう会社やってるんですけども、売却をしたんですね。その売却で残った資産が20億円っていうことで、これで、まあ、僕のサロンとかで、いやサロンやってるんですけども、サロンとかではこう見せたりしてます。こう納税こんだけしましたよみたいなことをやってるんですけども、じゃあそこまでどうやって気づいたかっていうと、先ほどもちらっと自己ご紹介のことで言わさせてもらったんですけども、通信の、まあ、営業会社をやってますと。じゃあその営業会社って何年前からっていうと、まあ、15年前から始めた会社で、まあ、徐々にこう大きくなってって今の形に至るんですけども、まあ、その前は僕、まあ、23歳で大学卒業させてもらって、まあ、1年だけサラリーっていうのをやったんですけども、ネットワークビジネスをその後7年8年やらさせてもらって、でその後金属の買い取りの会社を知り合いと起こしまして、でそれがね、すごくうまくいって、1年目で8000万年商いって、すごいですね。でも2年目でね、12億いったジャンプアップですごい桁違いで、僕の YouTube で見てもらいたいんですけども、国税入ってであらよあらよって言われ、お金返さないといけないよって立場になって、今の通信会社をやらさせてもらって、まあ曲折あったんですけども、実際はその、まあ、15年経って全部で、まあ、7社ぐらいですね、7社ぐらいあるんですけども、それを全てファンドさんが、まあ、買って、コロナ前に。そう、これ実際ちょっとずれた話分かんなかったですけど、売却して今に至るっていうか、今ももちろん僕全部売ったんですけど、また実はですね、次の日に売った次の日に6割買い戻すっていうやり方があるんですけども、それで今自分が6割持って、ファンドさんが4割持っていただいてる会社で、代表取締役もやらさせてもらってるって感じですね。いや、ありがとうございます。こんな15年のすごい経歴がたった3分の間に収まって素晴らしいなって思ってるんですけれども、はい、今お話の内容を聞いてると、はい、例えば通信のお仕事ですとか、はい、あとは貴金属の買い取りって、いわゆるまあ実業の部分が、はい、まあ、こうメインでやられてきた元の社長が、はい、なんでこうこのタイミングでこう SNS、はい、最初はインスタグラムだったり、はい、TikTok だったりだと思うんですけれども、はい、なぜ SNS をこう駆使していこうと思われたんですか。最初は僕で実は YouTube なんですよ。で、実はうちのまあ代理店で、もしかしたら知ってる方もいると思いますけど、カズマっていう人間がいて、カズマがやたらと人入れてくるんですよ、うちの営業会社に。どうやってお前それ入れてきてるのって聞いたら、YouTube で人集めてますって言うんですよ。で、僕からしたら、何それみたいな。YouTube で人を募集するって思って、あんまり実際最初相手にしなかったんですよ。でも本当に入れて、どん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 入れてくるからさ、どういうことって言ったら、はい、いやまあ YouTube でどんどん出してくるんですって言って、いや絶対元の社長もやった方がいいですよ、でも
や、いいよって言って、まあ、実業でうまくいってなかったわけでもないし、その時大体年間で1000万ぐらい求人費で出してたんですけど、結構かかりますもんね、求人費用って。けどまあまあ、でもまあ利益も出てたんで、まあそれでいいよって言ってたんですけど、で、1年ぐらい口説かれたんですよ。1年ぐらいやってたんですよ。で、ふと、こうやってみんな断るんだなと。やだ、顔出しやだとか言って断るんだな。でちょっといろいろ見てたら、なんか俺みたいな年で45ぐらいで実業をしっかりと、まあ自分ではね、しっかりやってて、そこで SNS 駆使してる人っていないよな。なかなかいないですね。ね、だからここポジション取ったら結構いいとこ行けるんじゃないのって思って、で、まあ、まずは求人からやって、はい、カズマっておもろいんですけど、これこれいいこと変わりやがるんですよ。YouTube ね、いい迷惑ですよ。で次はなんか今はインスタです、うん、でインスタ投稿してたら、いや今インスタでもストーリーですって、これ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 まあ、今ね、うちのスタッフも見てますけど、彼らは変な人変な人数少ない変な人ちゃんと僕っていうのにはこういう人だみたいな来てくれてるんで、入った時のミスマッチがないですよね。こんな風だと思わなかったとかあまりなくて、うん、はい、で離職率も低いし、で自分が発信することによってまた自分の頭の中も整理できるんで、その求人だけじゃなくて、だからまあすごくトータル的には良かったですよね、うん、まあ、今オンラインサロンもやらさせてもらって、はい、いろんなこう人が入ってくれるんで、それによって、はい、で今、ね、LINE とか公式 LINE、ね、構築してもらったりして、人がすごい入ってくれてるんで、いろんな情報とかがこう入ってきたり、いろんな人が入ってくるんで、もうトータル的にめちゃめちゃ良かったですね。あ、素晴らしいですね、はい、YouTube ときて、インスタときて、まあ、TikTok ときて、あ、そうですね、で、まあ、最後にいわゆるこう LINE 公式アカウントっていうところに今なると思うんですけど、うん、はいはい、なぜこの LINE 公式アカウントはこう始めようと思われたんですか？なんか誰かから聞いたとか、それこそカズマさんから聞いたとかですか？LINE はそれこそ高桑さんから聞いたんですよ。実は私もあの風間さん経由で元井社長のことを知って、うん、で元井社長に DM して、うん、そうそうそう、会いたいですすごいですね、行動力そうなんですね、はい、でやっぱり本当 YouTube とかも拝見してて、でさっきもおっしゃってたんですけど、やっぱそれを見てくるから、こう理念とか元井社長の思いみたいなところに私もすごい共感をしている立場だったんですよ、はい、で社内の人間ってわけじゃないんですけど、でそこからちょっとこういう LINE っていう仕事を今やってるんですって話をさせていただいて、ですごい興味を持っていただいて、うん、はい、で私も多分半年ぐらい以上前から LINE やりませんかって言わせていただいて、はい、で最終的にやっと、まあもちろんその堤さんのお力添えもあってっていうところもあるんですけど、うん、はいはい、最終的なその LINE やりますってなった口説き文句って何だったんですか？あ、堤さんが結末しますそんな堤でもそれはでかいですよね。高さんに言うのも失礼ですけど、本当そうですよ。高さんのね、あの実力値が分からなかったんで、LINE 構築に関しては。でもまあ、堤さんが結末って言い方がどうかと思うんだけど、バックについてくれるか、ちゃんと見てくれるかなってことで、まあそれは安心できるよね、はい、みたいな。はい、うん、でまあ、やらさせてもらったっていう感じ、ね、嬉しいですね。ケツ持ち社内用語を使ってるのが出ちゃいますけど、LINE、はい、でそんなことできるんだって結構知らない人が多いし、うん、僕ちなみにやってみたんですけど、はい、人脈力が40点した、はい、めっちゃ少ねでもめっちゃ当たってるんですよ。こうやってスキルとか売ってもこれ言い方悪いですけど、ほとんどの方が学べるけど、まあ、できるまではいけるんですけど、継続できないっていうところにやっぱりちょっと目がいって。